にちは。こんにちは。消えた天津飯。実はね、一回作りました。そう、体作ったんですけど、はい、私がちょっとした不注意でデータを消しました。はい、はい、すいません、もう一回作ります。はい、はい、きれい。ちょっとね、味を変えてね。そうね、はい、味をどんな味だったかもう覚えてません。まあ、美味しかったよね。美味しかったです。ちゃんと作れてた。なんか改良点はちょこっとありましたもんね。もうちょっとこういう口しとけばもっとあんかけ用何の味を濃くしとけばよかったって言ったっけ。鶏ガラスープ。鶏ガラスープ、はい、あんかけよね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お作り方は大体覚えております。今日寒い。そこまで寒い、うん、もう骨肉、ニンニク天津飯肉。ニンニク肉、あ、肉も入れていいですよ。そうね、この間なんかちょっと寂しかったっちゃ寂しかったですね。カニカマだけだったんで。材料が、じゃあ卵とお肉をまず出します。はい、はい、じゃあ、もう一回調べますね。この間やったはずなのに、はい、頭の中からもう消しゴムが発動して。はい、それではですね、はい、カニカマがなかったので今ちょっとお買い物行ってきてもらってます。はい、のでとりあえず普通だったら何だったんですか。今回は舞茸を入れますけど。そう、普通椎茸を入れますね。椎茸、ここはちょっとアレンジで、はい、舞茸で。じゃあ2人分として水 300g。 300g、 300cc やね。水 300cc で小ネギも切っとかんといかんとか。うん、で今回はちょっと長ネギも、白髪ネギじゃないけど、はい、上にこう、ね、白く細く切って添えようかなと思います。はい、水、はいはい、大さじ、料理酒大さじ、ちょうど半分こしとく。はい、大さじ4ってこんぐらいかな。おネギ切っときます。はい、はい、醤油大さじ2。はい、1、に鶏ガラスープの素小さじ2をどれぐらいにする。目分でいきます。そうね、目分でいきます。そうやろ、結構もういいんじゃない。んまだいく。いや、子供さんの目分で俺はちょっと応援大さじ3ぐらい入るね。ちゃんを信じた俺がバカやったもん。一生信じたい。これはさ、はい、大丈夫。これあと2振りいってもいいかもしれない。あ、そう。まあ、あとごま油を入れて、はい、大さじ2。いや、どうしたの。肉天津飯ですね、肉天津。肉天津、はい、まあ、そんなもんですね、あとは。はい、じゃあ、今回肉が入るので、はい、肉だけ一回ちょっとさっと焼きます。焼き肉、はい。あんまりないぞ、ごま油結構入れるみたいです。あ、結構そんな入るんですね。うん、大さじ1って書いてある。大さじ2。じゃあお肉はささっと炒めていきます。はい、はい、なんかね、焼きをちょっと入れてた方がゆで肉になっちゃうんで。焼きすぐ入れたがるもんね、ヤンキー文化やな。ある程度こういう、もう焼けたら、うん、ここのヌクを入れてよかですかね。あ、わぁ、あれですよ。後からじゃなかったっけ。これと混ざってたっけ。混ざってます、混ざってます。カニカマとかも全部、じゃあ入れる感じですよね。これネギは上に細く乗せたいんで、はい、入れてね、全然。カニカマもそこに入れちゃっていいのかな。もはい、いきます。手でほぐしてくださいと書いてありました。はい、関東風舞茸も入れましょうか。はい、よし、ではもうこのフィレのタレ入れます。はい、お願いします。うわ、下に鶏ガラが。あ、まあ、ちょっといい、もうちょっと水を行く。全部ちょっと味確かめてみんでいい。多分お肉にも味のついとっけんいいんじゃないか。あ、ちょっと調べてみます。
無精豆腐やないか。違う、あの酒も何も飛んどない。まあそうね。すげえまずくて酒の味がふわーって。で、味の濃さは全然濃くないです。じゃあもうこれをもうちょっと水に入れて。はい、で、とろみ汁をお願いします。じゃあ鶏ガラスープちょっと足します。味がちょっとね。さっきさっき使ったよ。よし。濃いめのね、なんだっけ、ご飯と、はい、卵焼きはプレーンやけん濃いめの方がいいよね、味はね。そうですね、確かに、うん、あー、これ肉、肉チャーハンをしてあとして、そうね、そういうのに入れてもよかったですね。でも俺は思うに、ご飯とかに味がついてないからこそそっちに逃げれる。あんを濃くしてっていう感じの食べ物じゃないかなと私は思っております。はいはい、じゃあ卵焼きを作りますかね、はい、そうやったですね、牛乳持ってくるんですね、うん、ちょい少しで、ごま油も少し、卵いきます。はい、透明感のない味だからかけたらでも透明っぽくなるから、はい、もう焼肉プーバって、あーめっちゃ上手やん。焼いただけですよ、まだここからです。うわー、ひっくり返した方がいいと思う、これそのままひっくり返さん方がいいと思う、ひっくり返さん方がいいと思いますですよねー。あーららら、あなんか違う、なんか違う、なんか食品サンプルましたね。でかい、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 器に対しての、あいいんじゃないですか、はいはいはい、この感じも、花が咲いたようにね、そうね、あこれですもんね、フラワー天心、フラワー天心、なんかあるやろ、はい、天心か、天心か、中はまだ、あと濃くした、味が濃い、味が濃い、はい。天津飯いいですか、食べなくて。天津飯も食べる。2人分しかないですけど。すごい感じだ。はい、ご飯もいっぱい。もうちょっと待ってくださいね。長ネギもやったっすかね。そうを中心にパッて乗せたらいいかな。こんなもう、パーブ。ね、ふわっと乗せないよね。どうさ、まあいいです、それで。はい、はい、完成です。はい、完成です。はい、色の子かね。トゥルトゥルトゥル、うわい、なんかデミグラスソースみたいに見えるオムライスね。よし、はい、Thank you。 はい、これを散らばした、こんな感じで乗せてみましょう、このはい、じゃあいただいていきます、はい、はい、ベラボーにうまそうやん、それうまそうでしょ、まだ味は確認してない。こっちとか全く焼けようない。うそよ。いいよか。はい。いただきます。あー肉が、肉が。あ肉いい。肉天津飯ね。うま。うん。美味しい。はいよちょうだい。濃いめやね。うん。濃いめ。うん。ご飯さんが苦手なやつやん、これね、うんうん、いや、ご飯と卵はあんまり味ないんで、うん、そこで逃げれるんですよ、で、わからんちょうどようになる感じで、うんうんうん、ちょっと砂糖入れてよかったと思う、ね、そうね、うん、砂糖入ったらんと、うん、食べ物には全部砂糖入れんと、うん、あざっす、あざっすあざっすあざっす、うん、卵をいい、カニ玉うん、うん、いい濃さですか、これ全部手作り、うん、いい日カニ玉の味がする前回より味濃くなってる、もう、うん、めっちゃうまい、だいぶね、うん、だいぶうまい、うん、お肉いいですね、うん、すごいね、手作りでこの味出せるんだ、うんうんうん、豆腐入っとっても美味しそうですね、この、あ、確かにね、中華のむちゃくちゃ普通になんかお店レベルの味や、うん、えぇ、ー、で、前よりあの卵がつるんでしょ、
パサついてない2回目ともなく腕上げてくる上手上手めちゃくちゃうまい前回の反省点をね、こう結構パサパサになるめっちゃうまい焼き肉焼けてきたよやったペースも早かったけんですねいろいろ覚え込んだめちゃくちゃ美味しかったはいはいはい大成功2回目天津飯惜しかったもんねありがとうございましたありがとうございました以上ありがとうございます釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております、はい、キッチンカーは神崎駅北ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので詳しくは概要欄に貼っておりますのでぜひぜひチェックしてください。